上半期の県内企業の倒産件数は去年と比べて大幅に増え、4期ぶりに100件を超えたことが民間の信用調査会社のまとめでわかりました。帝国データバンクによると、上半期の負債額1000万円以上の県内企業の倒産は、去年の同じ時期と比べて31件増え、113件でした。 新型コロナ関連の融資や補助金などによって倒産件数は近年抑制されていましたが4期ぶりに100件を超えたということです倒産の主な要因は88件が不況型倒産でその9割以上が販売不振でした負債総額は162億900万円100億円以上の超大型倒産はありませんでしたが 件数が大幅に増加したため去年より33億円以上増えました。